はい。バドミントンのどこが好きですか。バドミントンのどこが好きですか。すごい深い質問だね。スマッシュを打って決まった時は気持ちが良くて、バドミントンの好きなところの一つです。友達と一緒にできるからです。順番に答えるだけなの。そうだね、なんとなくかな。個人でもできるし、友達ともペアでできるのが楽しいかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。なぜバドミントンを始めましたか。なんでダイエットです。なんで小さい頃からやっていて、本格的に始めたのは大学生になってからなんですが、そこからずっと楽しくていろんなところで、活動してます。私はお父さんがやっていたので、この流れで始めました。自分は高校までは野球をやったんですけど、大学に行ってから兄貴に部活に誘われ、気づいたら入ってました。同じミスを、しないことを気をつけてます。ミスで点が取られちゃうと、どうしてもバドミントンすぐ終わってしまうので、ミスをしないようにどうやって打てばいいかなって、1回ミスったショットはちょっと反省しながらやってます。怪我しないように気をつけてます。相手がいるスポーツなので、ちゃんと挨拶をするように気をつけてます。ペアの人が怖いので、ペアに怒られないように気をつけてます。そのペアって誰ですか。変なこと言うとカットされる。後でカットで。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
ルです。27です。28オールです。決まったとこからじゃあ抜けてこっか。はい、はい。